香港の夜市でございます。そして我々なんでこんな格好をしているのかということですけど、それぞれマジシャン、ラグビー、バスケット、サッカー、野球、空手ということで異種格闘技戦をこの夜市でやりたいと思います。夜市を徘徊して、はい、ちょっと面白そうなものがあったら対決していきたいかなと思います。はい、じゃ早速いきましょう。はい、はい、ということで今いろいろ見て回ったんですけど、はい、第1戦目、はい、1戦目はこちら。ちょっと何やか分かんないですけど、はい、串焼き、串焼き、串焼き、ちょっとこのなんかメインのやつ、これちょっと裏返してみて、ちょっとね、ちょっと食べるの怖いななんていう内容のものなんですけど、これをちょっとこのメンバーで男美じゃんけん、勝った人があれを自腹で一気に食べる。はい、行きましょうか。はい、第1戦目でね。第1戦目。はい。はい。いいですか？男気じゃんけん、じゃんけん、パイ！うわぁ！ハッピー！すごい！悔しい！止めて！マジ悔しい！俺マジで勝って。負けちゃった。ちょっとね、やっぱ俺持ってるな。さすが、さすが、さくら、さくら、さすが日本代表、さすが。じゃあ、ナイスタックル、ナイスタックル、はい、ナイスタックル。しょうや、熱そう。もう、じゃあ阿部さん、はい、勝利の、はい、一口ですね、もう。練習が、ちょっといただきます。おい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 ジューシー、ジューシー、熱い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 んだから。はい、なんだっけ、脂っこいのさ、めちゃくちゃ臭い。やっぱそうですよね。さあ、じゃあ続いていきましょうか。はい、はい、ということで続いて2つ目、はい、熱々対決。ああ熱々対決、これね、はい、シューマイマジ、あ、ちょっと持ってるだけでもすごい熱いんですけど、見てこれ、このもの、これ1人1個食べたいと思います。それで一番食べ、全部食べ終わるのが遅かった人が負けね。いきますよ、はい、いっせーのせ。飲み込むまでです、飲み込むまで。みんなこっち向いてくださいね。あ、おおみんな飲み込むまでですよ、飲み込むまでの飲み込んだら手挙げてくださいね。あいつ、阿部さんに、はい、はい、涙目です。有村よい。あアリブラ4位。まだ終わってないよ。あれ、まだ終わってないよ。アリブラ4位。あ、めっちゃもういった。はい、コショウジ5位。はい、ということは八木さんがビリですね。これは審議なんだ。これは審議。待って待って、俺コショウジどう考えても遅かっただろう。遅かったですか？めっちゃ泣いてる。てか、めちゃくちゃ苦手な味だったこれ。パクチー好きっていう人があんまりいない。そうだね。いや、まあ結構だ。
僕も大丈夫だった。だから早かった。いやでもね、ちょっとみんなに言いたい。じゃあここはもう八木さん以外が勝ちということで。はい、ということで、最終決戦3戦目は、ちょっとこのお店でやりたいと思います。で、ここでやる内容に関しては激辛料理をチーム戦で早食いでございます。一番最初、阿部さんが、男気で勝ちました。まあ、負けたと言っていいのかな、はい、で、先ほど僕が負けて今1勝1敗ということで、この2チームで最後早食い対決で負けた方は強烈な罰ゲームちょっとしたいかなと。ドゥン、ウェーイ。じゃあ用意急だな。もうそっちからやるの。もやしなんですね。麺も入ってる。どうですか辛さは。カレー辛い。カレー辛いっす。いやでも、ね、でも美味しい。いける。辛い。うん、辛い。だいぶ辛い。どうですかこちら辛さの方は。美味しい。美味しい辛さ。もう美味しいんだけどね。散々食ってるからもう腹減ってるんだよ。辛い。マジ辛い。辛い。結構辛い。山椒の。しびれ、しびれ系ですか。しびれ系。しびれ系でも美味しい、うん、おここで甘いの赤っ赤っかないさっきの小籠包やったんですか。小籠包やる麻婆豆腐が到着しました。これもこれで辛い。辛い。辛い。麻婆豆腐うまいですか。うまい。麻婆豆腐はうまい。こっちのチームはやっぱね、みんな均等に分け合って食べてる。こっちはちょっとやっぱ、うん。八木さんがね、もう全部人任せな感じがね出てますよね、やっぱり。本当食べれないよ、マジで。じゃあ食べたるで。食べて今食べてますもん。うまい。うまい。上からこれ来てんじゃん、ほら。うわっ、すごい。あとは両チーム、唐辛子ですかね、残りは。すげえ大地、すげえやべえ大地さん、すげえ。ネギだけ食って。ネギはいいよ、ネギは全部残したい。ネギへの自信すごいですね、八木選手。もういい、俺もうこれもう1分片付け、こんなこれもういいっすよ、これもうね。あら合格、合格です。でもこれ食べたら俺らも終わりだ。いやいや、これ食べたらもう俺たちも終わったから、うん、あとぺっちゃんが食べたらこっちの欲しい。はい、見事ちょっと待って、やばい。正直ね、複雑な心境ですよ。この勝ったことが勝ちなのかどうかって。もうなんかね、確実に帰ったら具合悪くないですよ。その気しかしないです、僕は。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。まあ、勝負の方ですね。はい。こちらに軍配が上がりました。おめでとうございます。ちょっとね、もう途中からね、やっぱ阿部さんはやっぱてっちゃんめちゃくちゃグワくて、でもとしおさんもそれにこうやっぱついていってる感じがやっぱ早かった、うん、の一方やっぱ僕らはもう八木さんすごい。はい、そうです。本当ですね。ね、もうないっすよね、うん、もうなんか人気ちょこちょこしか食ってないから。もうね、もうちょっとね、血の気がいってるんで。ちょっとね、こういうちょっともう、喋れないぐらいにちょっとまあ、それぐらいちょっとね、まあ、そうです、頑張って辛い、うん、食べ物の、はい、ちょっと早食いで、はい、やらせていただきました。なので、負けチームはね、この後、はい、罰ゲームの方があるみたいです。はい、まあ、そちらも皆さんお楽しみ
では、はい、負けチームの罰ゲーム、はい、モノマネ、おい、することになりました。全力モノマネ、全力モノマネ、はい、もう来てるジャンルね、はい、で俺はサッカー、そうで、マジシャンで野球のモノマネを罰ゲームと、はい、OK します、はい、はい、では早速見てまいりましょう。トップバッターとしては、はい、やっぱりね、一番足引っ張った、はい、じゃあからお願いします。誰なんですか、まあ、僕のやっぱ地元のね、近鉄バファローズにいたタフィーローズ選手です。もう一人タフィーローズ選手もう一人行きましょうかサービス精神面白いな。もう一人行きましょうか。これみんなね、分かると思う。だいぶ面白いですよ。わかりました。はい、もう現今僕東京なんで、東京ヤクルトスワローズ山田哲人選手です。はい、僕のデリコモノでした。おっすミスターマリックと見せかけてカニダンスからのあとならぬパンツを出しました。ありがとうございます。僕らのモノマネ見てやりたいっていう人が出てきましたんで、さすが、はい、ちょっと見てもらいましょうか。ロサンゼルスレイカーズのルブロン・ジェームス選手のモノマネをしたいと思います。よろしくお願いします。行っちゃいましょう。以上です。